わさびの PSP 用彩り装飾シートの貼り方をご説明します。シートのボタン、液晶部分を切り込みに沿って抜き取ります。外枠も丁寧に取りましょう。作業の前に本体の汚れを拭き取ります。裏紙を丁寧に剥がし、液晶の右端とスピーカーに合わせて貼ります。液晶の上部分を基準にして貼っていきます。ボタン部分も気をつけて貼ってください。液晶の左側を基準にして貼っていきます。貼り終わったら本体を軽く拭き上げます。裏面は上の部分を揃えて貼っていきます。2つのネジ穴に合わせて貼ります。先ほど貼ったシート上に揃えて貼ります。絵柄が揃いましたね。3つ目も上に合わせます。光沢感を抑えたマットな質感。あなたも挑戦してみませんか？